自由党の共同代表を務める山本太郎参議院議員が近く離党し、夏の参議院選挙に向けて新党令和新選組を立ち上げる考えを発表しました。令和っていうのはひらがなの表記になります。新しい時代に新しく選ばれる者たちということです。新党では消費税の撤廃や最低賃金の全国統一、原発の即時停止などの政策を打ち出す方針です。今のところ参加する現職の国会議員は山本議員一人ですが、今後寄付金を募った上で候補者の擁立など夏の参院選に向けた準備を進める考えです。山本議員は小沢一郎代表とともに自由党の共同代表を務めていますが、自由党と国民民主党が進めている合流協議の結論が出た段階で離党するということです。